新潟戦、昨日から久しぶりに復帰して、復帰したゲームでしたけども、コンディションというのはどうですか？まだ合流して間もないので、試合感というのはどうなのかなという感じで、今週末、久しぶりの試合、挑んだ感じです。今日は3本のスリーポイントシュートです。安定感のあるディフェンスを見せてくれると思いますけども、ご自身のパフォーマンスに関しては、この2試合、どうですか？いやまだまだこうなんていうんですか、ポジショニングの部分であったり、こう駆け引きの部分っていうのがもうちょっとできたかなっていうところは多少ある。復帰してこれからシーズン終盤ですけども、どのようにしてチームに貢献していきたいと思いますか？本当にもう最終盤に入ってきてるんで。しっかりとチームとして良くなりつつ、勝っていかなきゃいけないんで、そういったところをしっかりとチーム全体として取り組んでいきたいなというふうに思ってます。最後に今日もたくさんブレックスのファンの方いらっしゃってます。また配信でも見てくれると思います。ファンの皆さんです。いつも、アウェイにもかかる多くの方々に来てもらっているので、そういった思いとかいろんなものを背負ってこれからも戦っていきたいと思います。本当にありがとうございました。